ね、ってことはね、昔は畑を、畑の中で蔵を作って高くね、そこへ行きほぐ、こうすると土の中にはいろんなビレ要素がある。今はほうじゃない、高設栽培って、ちょうど この高さですね。ここにだいたい20リッターの土を乗せる土。この土は全部新しいわね、使った土じゃない、ほら誰が作ってもできる、卵も伸びるっていうことはね、要するに1株でとにかく 20リッターの土しかないわけです。この上に乗せるから、要するに水っていうのは温度によって軽くなる。100度だったら全部蒸発しちゃうね。ほだら例えば100度したら生きていくの残らんでしょ。0度だと動かんわね。そのことみんな知らない。高設栽培っていうのは何のためにね、この、だから1メーター上にね、土を乗してこう作るかってことはね、要するに実の大きな実を作ろうとするとね、要するに水はね、人間でもよう超えとってほとんどが脂肪だもん、ね、ほだら、まるまるしちゃうしょ、もうほとんど水だ。だから水は軽い。この回毎日水やらんというか、20リッターの土がないわけです。それで台は上だから、地温が高いわけ。土の下